鉄郎団が来てくれなかったら死んだに違いない。アシファって人が運んでくれた。砂嵐によってここが埋められた夢を見ました。いっそ来ればいいのに。噂だが、やまない砂嵐の向こう側に魔術師が一人大きくに住んでいるらしい。遊牧民の誰かが道案内をしてくれるかもしれないよ。大佐アンダリエルの声がする。集中しないと。案内役を探せ。大佐を集中させるものを見つけてくる。ドナンのやつかわいそうだ。まさかリアスタロスは彼女と同じく憎悪の領域のものだ。あんたと同じように私もやつを追っていた。近づくために教団に潜り込みもしたよ。正気？あの嵐の中には肉も骨もバラバラにする魔術師がいるのよ。ここでは無理だ。奇病だ。私の治療術をものともしないなんて。ふん、お断りだ。カルディウム中の金にも釣り合わない。そんな願いを聞いてくれるバカはここにはいないぞ。諦めて一日でも長く生きろ。おい、あのじいさんはどうだ？あの頼りないバカが案内してくれる先はお前たちの墓だけだ。あんまり気にしてなさそうだな。じいさんはいつも川岸で白い煙を吹かしてやがる。あそこは危険だ。気をつけろよ。静かな場所でアンダリエルの存在を制御している。彼女を残していいのか。砂漠をさまようより安全だ。信頼できる案内役を見つけるまではな。
何の用だ。気の毒に。俺はまさか正気か。もし誰かに見られてたらただでは済まない。町の外に出て南側に行くと小さな祠がある。おい、穀物を製粉機に運んだのか。製粉機がまた壊れました。だったら修理させろ。朝までに出荷を済ませなきゃいけないんだ。そうか。あいつはグールラーンに行くべきじゃなかったんだ。いや、すまない。子供の愚痴を聞いてられるほど暇でもないだろう。
間がかかる。またマナがなくなった。それには時間がかかる。マナが減ってきた。正確にどこに隠してあるのかはわからないけど、ここで正しいはずだ。ここら指輪が無事だといいけど。マネが減ってきた。それには時間がかかる。岩はおじがおばに送ったものだが、おばはこの前亡くなってしまったんだ。すごい価値のあるものだとおばはいつも言ってた。おじは金持ちだったから不幸だとは思ってた。またマナがなくなった。気の毒に。これを探してるのかい？おい、それは俺のだ。どうやって？グールラーンの外で大事な指輪がどうとかって延々と話してたからね。うちの連中を連れてぜひそれを見てみようと思って。で、この指輪の代金として何をくれるの？言っておくけどな、その指輪は俺の一族のものだ。おじが俺に引き継いだんだぞ。お、なら私が正当な持ち主になるためにあんたを殺すしかないね。やりな。減ってきた。ありがとう。大切にする。ちょっと待て。これは何だ？これは本物の金じゃない。まったく王子らしい。今頃地獄で俺を笑っているのだろう。ほら、あんたにあげるよ。沸騰の平原にいる風変わりな商人のところに持っていくといい。こんな価値のないガラクタを集めてるって聞いたぞ。多分そいつが何か代価をくれるだろう。俺は帰るとするよ。一人になりたいんだ。時間の無駄だった。
ってきた。骨め、やつらは破顔の者を知る特権を得て贈り物を受け取った。お前らにやつらの骨を粉に。破顔のあんた、粉を吸うな。いにしえの者、永遠の何度だが、いつか死者には唇も舌もないだろう。無価値。これは何だ？うわっ！
よし、このコップなら秘密を聞けそうだ。見えるぞ。そうだ、そうだ、アガンの。手を差し伸べている。必要なのは少し。あと、もう少しだ。そうだ、聞こえたぞ。我に自身の価値を証明し、永遠の贈り物を受け取れとな。ハガンの者、お導きを。おがいは選ばれし者だ。いや、まだ。来たれ、古の者の神殿へ。おがいが示す力を見や。
足りない。